1843年時点のイタリア。サルデーニャ王国パルマ公国とスカーナ大公国、両シチリア王国ロンバルドベネト王国モデナ、公国強皇国家ルッカ公国、イタリア統一運動は19世紀に起こったイタリア統一を目的とした政治的、社会的運動である中世以降、イタリアは小国に分裂し、各国家はオーストリア、スペイン、 フランスの後ろ盾で権力争いが行われていた。19世紀の初頭にイタリアは、他の多くの欧州諸国と同じく、ナポレオンの勢力圏に入り、諸改革が行われた。ナポレオン没落後は、オーストリア帝国の影響の下で、旧体制が復活したが、カルボナリア・マッツイニの青年イタリアを中心とした、勢力により、イタリアの統一と封建制度の打倒が目指された。 1848年革命に伴うローマ共和国の失敗後はサルデーニャ王国を中心としオーストリアハプスブルク君主国に対するイタリア独立戦争が行われオーストリア支配下のロンバルディアがサルデーニャ王国に併合されたまたトスカーナエミリアロマーニャウンブリアなどの中部イタリアは住民投票によってサルデーニャ王国への併合を決めたこの時の 覚醒力の旗には、現在のイタリア国旗である赤白力の三色旗を基本としたものが用いられた。その後、ジュゼッペ・ガリバルディは、施設軍隊である先人隊を率いて、シチリア島に上陸し、最終的には、南イタリアの両シチリア王国を征服した。彼はこの功績により、国民的英雄とされた。1861年には、イタリア王国が建国され、統一は、 一応の成立を見る。1866年には、ベネツィア、1870年にローマなどの強行領の残りを併合し、半島の統一は終了するが、イタリア人が住む土地すべてを統一の対象としたこの運動において、未回収地の併合はその後も政治課題として残った。最終的に未回収のイタリアがイタリア王国に統合されるのは、 第一次世界大戦におけるイタリアの戦勝の後であった。リソルジメントの語源はカミッロカブールが発行した新聞イルリソルジメントである。この言葉はイタリア語でリソーギアメントに分けることができる。それぞれ再び登ることを指し、リナシメント、すなわちルネサンスの再び生まれることに対応する。リソルジメントの起源については統一直後は ウィーン体制移行とする見方であったが、近現代のイタリア史の研究者の間では18世紀後半の啓蒙主義の時代にまで遡るとする解釈、またはフランス革命及びその後のナポレオンによるイタリア統治を出発点とする見方がなされている。イタリア統一は1870年の不仏戦争の際のイタリア王国軍によるローマ占領でほぼ完了した。 5世紀の西ローマ帝国の滅亡以来、イタリアと呼ばれた地域、つまり、イタリア半島と、その付け根のアルプス以南の大陸部分と、サルデーニャやシチリアなどの島々は、ゲルマン人や東ローマ帝国、イスラム勢力などの外来勢力に分割され、統治されてきた。11世紀から13世紀にかけて、イタリアでは、次第に都市国家が発達するようになった。この体制は、 ルネサンス時代に絶頂に至るが、16世紀後半から17世紀に、イタリアは深刻な経済的、社会的衰退に陥り始めた。強硬国家を含むイタリア諸国は、列強国の代理戦争の場と化した。18世紀に入ると、フランス、ドイツ、イギリスで、啓蒙思想が高まり、ピエモンテ公国をはじめとするイタリア諸国でも、啓蒙主義改革が行われ、特に、 トスカーナ大公国では、ヨーロッパで最も先進的な改革が実施されている。18世紀末時点のイタリアンには、サルデーニャ王国、ジェノバ共和国、トレント市協僚、パルマ公国、モデナ公国、公国ベネツィア共和国、トスカーナ大公国、ルッカ共和国、サンマリノ共和国、共和国家、そしてナポリシチリア王国が分立しており、旧ミラノ公国など一部は、 ハプスブルク君主国の支配下にあった。1789年のフランス革命の勃発は、イタリアの知識層にも影響を与え革命運動を活発化させ、革命家たちはジャコビーノやパトリオットと呼ばれた。二度にわたってイタリアに侵攻したナポレオンは、オーストリア軍及びイタリア諸国軍を破って半島部を征服し、ピエモンテ、トスカーナ、ローマをフランスに併合した。 また、北東部から中部には、イタリア王国を建国させ養子のジェーヌ・ド・ボアルネを、副王に任命し、南部のナポリ王国には親族を国王となし、フランス帝国の衛星国とした。ナポレオン派遣下のイタリアでは、旧体制を撤廃すべく、行政、税制諸改革が行われ、ナポレオン法典が導入された。この経験から、 イタリア知識層の中に統一意識が芽生えるようになる。その一方で、ブルジョア層が目指す社会改革は、農民をはじめとする大衆の利益には必ずしもつながらず、強い抵抗を引き起こしている。1813年から1814年のナポレオン体制の崩壊とともに、それまでナショナリズム感情を利用して、王位を維持していたフランスの衛星国家では、 反政府放棄が引き起こされた。1814年にナポリオンのジョアシャン・ミューラはナポレオンを見限ってオーストリアと同盟し、イタリア副王、ウジェーヌ・ド・ボワルネと敵対した。ナポレオンが単位するとウジェーヌは領土をオーストリアに引き渡し、イタリア王国は崩壊した。翌1815年に100日天下でナポレオンが福井するとミュラはナポレオンの側について、 オーストリアに宣戦線布告し、イタリアの自由主義者たちに、外国勢力を駆逐して、イタリア統一を成し遂げようと呼びかけたが、応じる者は少なく敗北して処刑されている。ウィーン会議ジャンバティスト・イザベが、1815年、ナポレオンの敗北後に、オーストリアで開催されたウィーン会議では、欧州大陸の再編が話し合われた。イタリアについては、ナポレオン以前の諸国が再建され、 NB1、列強国の直接、または間接的支配下に置かれた。ウィーン体制下のイタリアでは、オーストリア帝国に属する北東イタリアのロンバルドベネト王国、北西部のピエモンテとサルデーニャ島を支配する、サボヤ家のサルデーニャ王国、中部イタリアには、強硬国家、トスカーナ大公国、モデナ公国、パルマ公国、マッサカラーラ公国、ルッカ公国、 サンマリの共和国そして南イタリアにはブルボン家の両シチリア王国が成立した。1859年までこの枠組みに大きな変更はなかった。これらの復古政府はナポレオン体制下での行政や法制度を概むね引き継いでいったがサルデーニャ王国やモデーナ公国では反動的な政策が取られた。この当時、イタリア統一に向けての闘争は主に オーストリア帝国とハプスブルク家に対するものであり、これは北、イタリアを支配しており、それゆえに、イタリア統一に対する、最も強大な障害であったためである。オーストリア帝国は、帝国の他の領域に対すると同様に、イタリア半島において発達しつつあったナショナリズムを弾圧した。ウィーン会議を主催したオーストリア最小、クレメンス・メッテルニヒは、イタリアという言葉は、 地理上の表現以上のものではないと言明している。詳細は1820年の革命を参照。カルボナリも参照統一運動初期に最も影響力があった革命家グループは19世紀前半に南イタリアで結成された秘密結社カルボナリである。平等と民主主義を標榜する。そのメンバーたちは中産階級や知識人が中心であったが、 それ以外の階層の参加もあった。北部や中部にも勢力を拡大し、党員は30万人に達したとされる。この秘密結社は統一運動初期における闘争の中核勢力となり、統一運動の革命家の多くがカルボナリのメンバーであった経歴を有している。1822年9月12日、ナポリ革命の指導者は公主刑に処された。1889年、 エドアルド・マタニアが、南イタリアのナポリオ王国とシチリア王国は、スペイン系ブルボン・アサの統治下にあった。ナポリオ王国はナポレオンに征服されて、フランスの衛星国になったが、シチリア王国は、イギリスの庇護のもとに、ブルボン・アサが支配権を保持した。ナポリオ王国では、封建制が撤廃されて、近代的な官僚制度の整備が進められ、 不徹底で問題を多く残したが農民に土地を分配する土地改革も行われた。シチリア王国ではイギリスの影響のもとで立憲主義が採用され、封建制の廃止と憲法の制定、議会の設置が行われた。ウィーン体制のもとでナポリ王国にブルボン朝が復活すると両国を統合した両シチリア王国が作られ、これに伴い、 シチリア王国の憲法も破棄されてしまい、法令制度もナポリのものがシチリアに押し付けられ、シチリア人の反発が生じた。1820年1月にスペインで立憲革命が発生し、放棄した革命派軍人は、スペイン王フェルナンド7世に1812年憲法の復活を承諾させた。同年7月、スペインの革命に触発されたカルボナリの党員。 ルイージミニキール司祭に指導された、両シチリア王国軍機兵連隊が放棄し、これに、グリエルモペペ将軍の師団が加わり、各地でカルボナリが放棄して反乱が拡大した。この結果、国王フェルディナンド一世は、スペイン憲法と同一の憲法の発布を余儀なくされた。無血クーデターを成功させた、革命派は新政府を組織して、王国の半島部分を制圧する。反乱は、 シチリア島に飛び火し、パレルモを中心に民衆暴動が発生した。シチリアの反乱勢力は独自の統治委員会を設置してナポリからの分離を要求したが、内部分裂から統一した行動が取れず、短期間でナポリ政府軍によって制圧された。これらの事態を脅威と判断した新生同盟の会議が開かれ、会議に招生された両シチリア王フェルディナンド一世が、 新政府を裏切って介入を要請したことにより、オーストリアは武力干渉を決定する。ナポリの革命政府では内部対立が起きており、ナポリ政府軍はオーストリア軍の侵攻に抵抗することができず、壊滅してしまった。フェルディナンド一世は憲法と議会を廃止し、革命家たちを迫害した。南イタリアのカルボナリは衰退し、歴史家、 ミケレア周りを含むシチリアの革命支持者たちの多くが亡命を余儀なくされている。サルデーニャ王国はウィーン会議によって旧ジェノバ共和国領を併合して領土を増やしており、その中心地はサルデーニャ島ではなく大陸部ピエモンテ地方のトリノにあり、ピエモンテ国家とも呼ばれる。保守貴族層が支配するサルデーニャ王国では復古政府の成立以降、 半導的政策が取られていた。1821年3月に、ピエモンテのアレッサンドリアで放棄した、サントッテディ・サンタローザを指導者とする自由主義商工団は、憲法の制定とともに、北、イタリアからのオーストリアの排除を目標とした。この革命には、フィリッポ・ブオナローティの秘密結社が関与している。この放棄で、兵士たちは、チザルピーナ共和国の緑、白、 赤の三色旗を用いた。国王ヴィットーリオ・エマヌエール一世は、カルロ・アルベルト校を摂政に指名して退位し、カルロ・アルベルトは、革命派将校に譲歩して、憲法制定に同意した。だが、第一王位継承者のカルロ・フェリーチェはこれを認めず、軍隊を動員すると共に新生同盟に援助を求めた。オーストリア軍がピエモンテに侵攻し、 一般大衆からの指示を書いた革命は1ヶ月ほどで鎮圧された。サンタローザをはじめとするピエモンテの革命家たちは亡命し、帰国して即位したカルロフェリーチェは反動的な統治を行うことになる。チーロメノッティ。ゲメニアのヴィンチェンジーが両シチリア王国そしてピエモンテでの革命が会の後、イタリアは反動の時代となり、 革命が起こった両シチリア王国やサルデーニャ王国は、もちろん、強硬国家そしてモデナ王国そしてオーストリア、支配下のロンバルド・ベネト王国ではカルボナリをはじめとする革命運動に、苛烈な弾圧が加えられた。だが、1830年にはイタリア統一を目指す革命の機運が蘇り、一連の放棄によってイタリア半島に一つの国家を作り上げる基礎が形作られた。 革命思想を弾圧していたモデナ公フランチェスコ4世はサルデーニャ王位の獲得を望んでいた。野心家のモデナ公とカルボナリのエンリー・コミズレイトの結託が成立し、モデナ公は革命派の期待を自らに集めることによって北イタリアの王となる思惑から一転して革命派の支援を行い始めた。1830年にフランス7月革命が勃発し、 フランス王が革命家たちによって廃位され、ルイ・フィリップをいただく7月王政が成立した。パリに亡命していた革命家たちは、ルイ・フィリップと接近して、モデナ公を要する革命に対する積極的な支援が得られるよう働きかけた。亡命者グループの主導権は、フィリップ・ブオナローティが掌握し、イタリア全土での革命を施行していたが、中部、イタリアのみの革命を起としていた国内グループと、 思惑の相違が生じていた。一方、国内派のチーロ・メノッティは、フィレンツェに亡命していたルイ・ボナパルトと接触して、ボナパルト主義者との協力関係を築こうとした。だが、このことが、ルイ・フィリップを警戒させる結果となる。メノッティラが放棄の準備を進めたが、オーストリアからの警告を受けた、モデナ公は、浮き足立っていた。モデナ校によるメノッティラ革命家の逮捕。 1831年2月、モデナ港は、決起寸前で、カルボナリの支持者たちを裏切り、メノッティをはじめとする陰謀者たちを逮捕した。だが、直後に、ボローニャで放棄が起こり、恐れた、モデナ港は、ウィーンへ逃亡する。同時期に、強硬国家、レガツヨーネ地域、NB2 のボローニャ、フォルリ、フェラーラ、ラベンナ、イーモラ、ベーザロそしてウルビーノで、 武装放棄が発生した。強行規として三色機を採用した一連の武装放棄は強行国家全域に広まり、新たに樹立された地方政府は統一イタリア国家の樹立を宣言した。モデナ公国や強行国家での反乱はパルマ公国にも広まり、ここでも三色機が使用された。パルマ女皇マリアルイーザは騒乱から逃れるために町からの避難を余儀なくされている。 放棄した諸州は各々の臨時政府を樹立して憲法制定を準備しイタリア統合諸州の樹立を計画した。メッテルニヒはルイ・フィリップに対してオーストリアはイタリアの騒乱を放置する意思はなくフランスの干渉は容認されないと警告した。ルイ・フィリップは軍事援助を差し控えさせフランス国内の革命化の拘束さえ行っている。1831年春になると オーストリア軍がイタリア半島へ侵攻した。この革命も大衆の支持を書き地域対立から相互の連携も図んであり、反乱を起こした諸州は順次制圧され、3月にボローニャが制圧されて革命は和解した。これによりーラン期の革命運動のほとんどが鎮圧されメノッティを含む多くの急進派革命家が逮捕、処刑された。詳細は 1830年の革命を参照。ジュゼッペ・マッツィーニ1860年撮影。青年イタリアも参照カルボナリア、その他の秘密結社による革命闘争は指導者層の無能と大衆との乖離を露呈して挫折した。代わって、ジュゼッペ・マッツィーニのグループが民主派の中心勢力として浮上する。1827年、マッツィーニは22歳の時に、 カルボナリに加入して活動に従事したが、1830年に裏切りにより逮捕投獄されている。マッツィーニの階層によれば、砂防な要塞の獄中において彼はイタリアは統一可能であり、またなされなければならないと確信を持ち、ローマを首都とする自由で独立した共和国の構想を策定したという。1831年に釈放されたマッツィーニはマルセイユに亡命した。 マッツイーニはカルボナリの指導原理の不明確と組織の欠陥を批判して決別し亡命者を中心とした青年イタリアを結成する。これ以降、革命家としての活動を通じて形成されるマッツイーニの思想は宗教的要素を強く持ち、その新しい宗教観念に基づいた人間の義務が強く主張されていた。彼は自由で平等な人民によって結合された。 人類アソシエーションの達成を神に与えられた人類の使命とし、その社会は民主的な共和生態であらねばならず、そしてイタリア国民こそが指導的な民族であり、偉大な歴史を持つローマを中心に世界を統合せねばならず、そのために分裂し大敗したイタリアに革命を起こして統一し、国民主権を確立せねばならないと考えた。マッツィーニの新社会構想はイタリアを超えて、 人類アソシエーションたるヨーロッパ合衆国での人民の共和国同盟の樹立を人類の死とたる自らの最終目標として掲げている。自由、平等、人類、独立、統一をモットーとする青年イタリアは共和主義によるイタリア統一を目標とし、武力闘争を通じた大衆の教育、組織化を標榜した。青年イタリアは1833年に ピエモンテで放棄を計画するが当局に察知されて失敗し逆に大弾圧を招いた。1834年にはジェノバとサボアで放棄を計画するがこれも失敗する。ジェノバでの放棄計画にはニース出身のジュゼッペ・ガリバルデが加わっており彼は欠席裁判で死刑判決を受けたが南アメリカに逃亡した。彼はこの地で14年間を過ごし いくつかの戦争に参加して、戦闘経験を積んでおり、1848年に、イタリアに帰国する。これらの失敗で、青年イタリアは事実上が解し、マッツィーニは、国際連帯に活路を見出すべく、青年ヨーロッパ、青年ポーランド、青年ドイツそして、青年スイスを次々と結成していく。この時期、 マッチーニ派とは別にカルボナリ的秘密結社による武装放棄や放棄計画が幾度か引き起こされたがことごとく失敗し当局による激しい弾圧を招く結果になっている。マッシモダゼイリョ・フランチェスコ・アイエツが1860年。一方、イタリア政財界では恩賢派ナショナリズムが対等するようになった。恩賢派はイタリア統一の必要を絶対視はしておらず。 現状の体制を維持しつつ、オーストリアからの独立と現実的な改革を行うべきであると考えていた。代表的な人物には、経済的自由主義と連邦性を説いた、経済学者、カルロカッターネを NB3、イタリアの希望を表したサルデーニャ王国の歴史家、政治家、チェザー・レバルボそして国王に恩恵な民主改革を説いたサルデーニャ王国の政治家、 マッシモダゼイリョがいる。1839年に自由主義知識人による第一回科学者会議が開催され、以後1848年まで毎年開かれた。知識人たちが科学技術や社会問題について国境を越えて議論をしたこの会議はイタリア意識形成の一助となった。この会議で労働者の貧困救済を目的とした相互扶助協会が設立された。 労働者に対する自然と啓発を目的とした、相互扶助協会は、政治的性格を持たなかったが、後に、労働組合運動の源泉となってゆく。ヴィンチェンツ・オジョベルティ芸術や、文化の分野でもナショナリズムへの傾向が強まった。代表的なナショナリズム作品には、マッシモダ・ゼーリョの、エッウレフィエラ・モスカとマンゾーニの歴史長編小説、イーナズケがある。 いい名付けの初版はミラノの地域語であったが、1842年版はフィレンツェ語であり、読者がこの言葉を標準イタリア語として共有するようにと意識的に努力している。ピエモンテの聖職者、ヴィンチェンツオ・ジョベルティは1843年に出版された著書イタリア人の倫理的、市民的優位についてで教皇を名手とする連邦国家を提案し、 聖職者をはじめとする保守的な人々から注目された。1846年に選出された教皇オピウス9世は、教皇国家の改革を断行して、自由主義的教皇と呼ばれ、教皇を中心とするイタリア改革の機運が高まった。これに対して、革命家の多くは、共和制を施行していたが、最終的にイタリアを統一する勢力は恩憲的な立憲君主制派であった。だが、 こういった統一の機運はローマ教皇庁からの反対にも直面している。教皇ピウス九世はこの地域における権力の放棄はイタリアカトリック教会に対する迫害につながると恐怖していた。実際民主主義者たちはカトリック教会に対して嫌悪感をあらわにしており、まっつりにはもはや神の声は教皇ではなく人民によって語られると教会を攻撃し、 イタリア統一後にはガリーバルディが強行くらいの廃止を主張するほどだった。詳細は、第一次イタリア独立戦争を、参照、1848年革命、イタリアでの1848年革命、ミラノの5日間、ベネト共和国、及びローマ共和国も、参照1848年にはフランスで2月革命が、起き、国王類フィリップがパリから逃亡して、 共和国が成立した。この1848年革命の動きは、ドイツ、オーストリアそして、イタリアにも波及し、ウィーン体制を終焉させた。ウィーン体制以降、ロンバルディア地方とベネト地方はオーストリアが支配する、ロンバルドベネト王国となった。オーストリアは、ナポレオン統治時代の諸改革を継承し、イタリアの他の地域と比べてはるかに近代的な、 諸制度が整えられていたが、それでも外国支配に対する反感は根強かった。また、ルネサンス期には映画を誇ったベネツィアはこの時代には衰退しており、人口は減少して貧困者が3分の1を占め、その上にオーストリアが貿易港としてトリエステを重視したためにかつて活発だった造船業も錆びれ果てていた。1840年代にはベネツィアはやや立て直し、 観光客が訪れ、鉄道も通るようになった。1848年1月1日に、ロンバルディアの市民が、オーストリア政府の税収源となっていたタバコの購入を止める、不服従運動の形態での騒乱が起きた。これからしばらくしてシチリア島とナポリでも反乱が発生し、フェルナンド2世は1821年の時と同様の妥協。シチリアは分離独立を要求し、 独自の憲法を制定して議会を設置した。バリケードを組みと高いに備えるミラノ市民。フェリーチダンが1848年、両シチリアの動きはイタリア諸国に波及し、2月にはトスカーナ大公国でも暴動が起き、これは比較的非暴力なものであったが、トスカーナ大公レオポルド2世は憲法を発布させられた。これまで、 反動的な政策を誇示してきたサルデーニャ王国も3月4日に憲法を制定し、3月15日には強硬ピュース旧垂が強硬国家の憲法を発布した。これらはいずれも君主によって発布された禁帝憲法であり、憲章と呼ばれ、主なモデルとなったのはフランスの1830年憲法であり、1814年、 憲法やベルギーの1831年憲法も参考にされている。一方、オーストリア統治下のロンバルディアでの緊張も高まり、3月13日にオーストリア3月革命が起こり、最初をめっている2匹が罷免されたとの方が伝わると3月18日にミラノとベネツィアでも民衆放棄が起こった。ミラノでは3月18日から22日まで激しい市街戦が行われ、 反乱勢力は、ヨーゼフ・ラデツキー将軍率いるオーストリア軍を退却させ、臨時政府を組織した。ベネツィアでは、ダニエーレ・マニンの下で、ベネツィア共和国の再興が宣言され、サンマルコ共和国が設立した。ミラノには、サルデーニャ軍の先遣隊が入場し、臨時政府と協定を結んだ。一方、マッツィーニをはじめとする民主派もミラノに集結する。恩恵派は、 サルデーニャ王国の介入を要請し、これに対してカルロカッターネをジュゼッペ・フェッダー・リラ共和国の樹立を望む民主派はフランスの介入を画策してマッツィーニの協力を求めるが彼はこれを拒絶し民主派は早々に分裂してしまう。サルデーニャ王カルロ・アル・ベルトは国内世論の高まりとロンバルディア獲得の思惑からオーストリアに対して宣戦布告した。 サルゲーニャ王国の参戦は大きな反響を呼び、強硬国家から義勇軍が派遣され、NB4、ナポリ政府とトスカーナ対抗国も参戦を決めた。だが、オーストリアとの全面衝突を懸念した強行ピウス九世は4月29日に、カトリックと民族主義は相入れないと表明して、戦争から離脱する。強行の宣言は大きな失望を呼び、 強行の革命参加を期待するネオグエルフ主義を終わらせることになった。ナポリ政府もシチリアの反乱鎮圧のために撤兵し、フェルナンド2世は再び反動政策に転じる。サルデーニャ軍は合意とトペスキエーラでの戦いに勝利したものの、7月24日のクストーツァの戦いでラデツキー将軍に大敗を喫する。ラデツキー将軍はミラノを奪回し、8月9日 ラゲツキー将軍がロンバルディアの支配を固め、カルロ・アルベルトが敗戦の傷を癒していた頃、イタリアの他の地域では、事態がより一層深刻化していた。10月、トスカーナ大公国では、民主主義者が政権を掌握した。10月末には、反動勢力のビンディシュグレーツ軍によるウィーン放棄が起こる。11月には、強硬国家首相ペレグリーのロッシが暗殺され、 教皇ピウス九世がガエータに逃亡する事態になった。ローマ共和国建国宣言、路石印刷、1861年、1849年はじめに、教皇国家内で政権議会のための選挙が行われ、2月9日にローマ共和国の成立が宣言された。2月2日に、 アポロ劇場で開かれた政治集会で若い聖職者のアルディーニ神父は俗会における教皇の権力は歴史的に満であり政治的詐欺でありそして宗教的不道徳であると宣言した3月初旬にマッツィーニがローマに到着し政府に参加したローマ共和国憲法では信仰の自由教皇の独立死刑廃止無料の公教育が定められた 共和派の公葉に行動の必要を迫られたサルデーニャをカルロ・アルベルトは亡命ポーランド人の将軍アルベルト・シュルザノスキーを司令官に任じてオーストリアとの戦争を再開させた。だが、サルデーニャ軍は1849年3月23日のノバーラの戦いでラデツキー将軍に敗れ敗戦の責任を取ってカルロ・アルベルトは退位し、 息子のビットオリオエマヌエーレ2世が即位した。サルデーニャのイタリア統一、またはロンバルディア征服の野望は一時的に頓挫した。8月9日に講和条約が締結された。ノバーラの戦いから数日後に、ブレシアで民衆放棄が発生していたが、オーストリア軍に10日間で鎮圧されている。4月下旬に、トスカーナもオーストリア軍に制圧された。革命勢力は、 ローマ共和国とベネト共和国のみが残された。4月に、シャルルーティの率いるフランス軍がローマに派遣された。当初、フランス軍は強行と共和政府との仲介を望んでいたが、共和政府は徹底抗戦を主張した。フランス軍はローマを包囲し、ガリバルディ率いる共和国軍は果敢な抵抗をしたが、2ヶ月間の包囲戦の後、6月29日にローマは降伏し、 強行が復帰した。ガリバルディとマッツィーニは再度の亡命を余儀なくされ、1850年にガリバルディはニューヨークに到着した。一方、オーストリア軍はベネツィアを包囲し、1年以上の包囲戦の末、8月24日に占領した。独立派党士たちはベルフィオーレで公開公主刑となり、オーストリア軍が中部イタリアの秩序を回復し、革命は 完全に粉砕された。1848年から1849年の革命に挫折した後の10年の期間は準備の10年間と呼ばれる。民主派の間ではあくまで武装放棄による統一の達成を主張するマッツイーニと連邦制による統一を主張するグループとで論争が起こった。武力闘争方針を堅持するマッツイーニは1853年に ミラノで放棄を計画するが失敗した。この失敗により、マッツィーニ派は融合派と純粋派に分裂した。マッツィーニは純粋派に組みし、行動党を結成する。1857年には、カルロ・ピカーサと両シチリア王国と、イタリア本土との同時放棄を計画するが、両シチリア遠征に向かったピカーサのグループには、期待した農民の幸運はなく、惨敗に終わり。 ジェノバとリボルノでの放棄計画も頓挫する。無謀な放棄を繰り返すマッツイーニには、批判が強まり、他元を明かす人々も現れるようになった。カミッド・カブール1861年撮影。リシチリア王国、トスカーナ大公国そして、強硬国家など、革命の際に憲法を制定したイタリア諸国はいずれもこれを破棄したが、サルデーニャ王国だけは憲法を維持した。NB5。 1852年に、コンヌーピと呼ばれる、中道右派と中道左派との連合により、首相に就任したカミッド・カブールは、優れた議会操縦術で政治基盤を盤石なものとし、サルデーニャ王国の改革を進めることになる。1854年にカブールは、修道院を廃止する法案を国王や保守派、教会の抵抗を受けながらも通過させて、 協会の影響力を著しく弱体化させ、かつ国王に対する議会の優位を確立した。カブールは通称協定を、イギリス、フランス、ドイツ関税同盟そして、オーストリアと結び、さらに産業育成や銀行業務の拡大、鉄道、海運など社会基盤の整備を進行させ、彼の時代にサルデーニャの経済は大いに発展している。 また思想的に隔たりのある民主派との協力関係を構築し、マッツィーニから離れたダニエレ・マニンらが1857年に結成したイタリア国民協会を支援した。第一次イタリア独立戦争でサルデーニャ王国はオーストリアをイタリアから駆逐する、かけに完全に失敗したが、サルデーニャ王国はロンバルディアを獲得する望みをなお捨てていなかった。 カブールもまた拡張主義の野望を持っていた。カブールは独力でロンバルディアを獲得することはできないと考え、オーストリアに対抗するため、イギリスとフランスからの援助を期待した。英仏の援助を得るために、クリミア戦争に参戦したが、これは失敗に終わり、パリ講和会議ではイタリア問題は無視されてしまった。しかしながら、この戦争によって有用な目的が達成された。 すなわち、戦争中に、英仏とロシアの両陣営を図りにかけたオーストリアが、危険なほどに孤立したからである。詳細は、第二次イタリア独立戦争を参照ナポレオン三世1858年1月14日に、カルボナリのフェリーチ・オルシーニが、フランス皇帝ナポレオン三世の暗殺を図った。オルシーニは、獄中から、死刑は受け入れるが、ナポレオン三世に対して、 皇帝の尊厳を満たすために、イタリアのナショナリズムに手を差し伸べるよう懇願した。ナポレオン三世はこの手紙を公開させ、新聞で報じられると、フランスでは、イタリア解放を求める世論が高まった。青年時代に、カルボナリ運動に参加した、経験のある、ナポレオン三世は、イタリア解放運動に対して、好意的であり、青年時代の理想主義、 オジナポレオン1世のイタリア征服に倣い偉大な業績を上げたいとする野心、そしてフランスの国益などの複合した思惑からイタリア介入を決意する NB6。1858年の夏、カブールはプロンビエールでナポレオン3世と会談し、プロンビエールの密約を調印し、共同でオーストリアへの戦争に合意した。この協定ではサルデーニャ王国は、 オーストリア領のロンバルドベネト王国、パルマとモデナの両公国、それに強硬国家のレガチオーネを併合することになるが、その見返りにサルデーニャ領のサボアとニースを割上することになった。トスカーナ大公国は強硬領の一部を加えた上で、中部イタリア王国とし、君主をハプスブルク家からフランス皇帝の重帝のプランスナポレオンに変え、南部の両シチリア王国は、 現状のままとされた。フランスが侵略者の非難を受けることなく干渉するためにカブールがモデナの革命運動を思想してオーストリアを挑発することになった。しかしモデナの暴動は不発に終わり密約の内容が外に漏れたことでイギリスが戦争反対の意向を明確にする。1859年3月にサルデーニャ王国は軍の動員と 義勇兵を募集を開始し、オーストリアはサルデーニャ軍の武装解除を要求した。緊張が高まる中、ロシアがイタリア問題を話し合う大国会議を提案すると、ナポレオン3世が戦争に消極的な態度を示し始め、カブールを焦燥させた。だが、ウィーン宮廷はすでに戦争不可避と判断しており、サルデーニャ王国に対して強硬な内容の最後通帳を発する。 これを好都合としたカブールは、最後通帳を拒絶し、オーストリアを侵略者と見せかけ、フランスが介入できるようにした。ソルフェリーノの戦いカルロボスソリが、1859年。戦争自体は、ごく短期間のものであった。オーストリア軍の失策に乗じた、フランスサルデーニャ連合軍は6月4日のマジェンタの戦いで、フェレンツ・ジュライ伯爵率,率いるオーストリア軍に勝利し、 オーストリア軍は、ロンバルディアの大部分からの撤退を余儀なくされ、ナポレオン3世とビットーリオエマヌエーレ2世は、ミラノに入場した。両軍の決戦となったのは6月24日のソルフェリーノの戦いである。ナポレオン3世と、オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフが陣頭に立った戦闘では、両軍とも3万人近い死傷者を出したが、フランス・サルデーニャ連合軍の勝利に終わり、 オーストリア軍は、ベネツヤアの背後にある、四角要塞地帯に交代した。ソルフェリーノの戦場を視察した、ナポレオン三世は、犠牲者の多さに仰天し、ベネツヤアを征服するために要する時間と犠牲を恐れ、また国内からの反対や、プロイセンの介入の可能性、そして強力になりすぎる、サルデーニャ王国への懸念も、相まってフランスはこの時点で講和を模索した。 7月11日、ナポレオン三世は同盟国のサルデーニャ王国に伝えることなく、ビッテアフランカでフランツ・ヨーゼフと会見し、停戦に合意した。オーストリアはベネツィアを奉仕するが、ロンバルディアはフランスに割上し、フランスが即座にこの地をサルデーニャ王国に譲渡することになった。その他のイタリアの国境は現状維持となった。 戦争勃発と共に君主が追放され、オーストリアへ逃れていた、中部イタリアのトスカーナ、モデナそしてパルマについてはおのの復帰させ、レガツヨーネ地域における教皇の支配も回復させることになった。だが、ナポレオン三世がプロンビエールの密約の条件を満たさなかったため、サボイトニースを獲得することはできなくなった。サルゲーニャ国民はこの裏切りに激怒した。 カブールは戦争遂行を主張したが、ビットオリオイマヌエーレ2世が感受が、現実的な選択であると判断したため辞職した。だが、ビンラフランカでのフッツ王の合意はこれを公式化する、中立条約が11月に締結された時点で、四分と化していた。12月、トスカーナ、モデナ、パルマ、レガツヨーネは、中央統合諸州に統一され、イギリスの勧めもあって、 サルデーニャ王国との合併が表明された。フランスは、講和に反する、この動きに圧力をかけたが、1860年1月に、カブールが首相に復職して交渉に当たり、ナポレオン3世は、サボイトニースの割動を条件に、サルデーニャ王国による中部イタリア併合を承認した。1月に、教皇ピウス九世は、ビットリオエマヌエール二世をはじめ教皇両審判に、 関与した者たち全員を波紋に諸子領土の返還を命じたが、もはや効果はなかった。各国で住民投票が行われ、3月20日に併合が実施された。この時点でサルデーニャ王国は北部と中央イタリアのほとんどを支配した。ジュゼッペガリバルディ。1860年撮影。ジュゼッペガリバルディ及び千人隊も 参照1860年の時点で、イタリアには4カ国のみが残された。依然として、ベネトを統治するオーストリア帝国、レガツヨーネ地域を失った、強硬国家、拡大したサルデーニャ王国、そして南イタリアの、両シチリア王国である。この時点で、カブールが、イタリアの残りの部分のサルデーニャ王国主導での、統一を構想していたとは考えがたい、NB7。なぜなら、 これらの地域の経済的な価値は少なく、かえって財政的負担になるからである。だが、事態は彼の意図を超えて進展することになる。両シチリア王フランチェスコ2世のあだ名で悪名高い、フェルディナンド2世、NB8 の後継者は15万人の訓練された、軍隊を有していた。だが、不王の戦争の結果、国内に多数の秘密結社が結成され、さらに、 スイス政府が自国民が外国の傭兵になることを法律で禁止したため、王国のスイス人傭兵が突如本国に帰還する事態が起こってしまった。このため、フランチェスコ2世にはあまり信頼できない兵隊のみが残された。これは、イタリア統一のための決定的な機会となった。1860年4月、歴史的にナポリの支配に抵抗してきた。 シチリア島のメッシーナとパレルモで反乱が発生したが、王国軍によって、簡単に鎮圧された。1848から49年革命の挫折以降、民主派の一部は、共和制に固執するマッツィーニから離れ、サボヤ家を中心とするイタリア統一に傾き、イタリア国民協会を結成していた。ガリバルディもこれに参加し、1859年の第二次、 イタリア独立戦争ではアルプス両兵隊を組織してオーストリア軍と戦っている。だが、この頃のガリバルディは出身地のニースがフランスに割動されたことに深い憤りを感じており、以降カブールに強い不信感を持つようになっていた NBQ。彼は自らの支持者と共に町を奪回することさえ計画している。マッツィニラ民主派は立憲君主制を支持する。 音拳派に取られているイタリア統一の主導権を奪い返すべくシチリア遠征を企画しており、その司令官としてガリバルディに出馬を要請した。1000人隊の出航。1860年代が、1860年5月6日、ガリバルディとおよそ1000人の同志はジェノバ近くのクワから出航し、5月11日にパラモーネに停泊した後に、 シチリア島西海岸のマルサーラ近くに上陸した。サレエミ近くでガリバルディの部隊は試算していた反政府勢力を集め、5月14日、ガリバルディはビットオリオイマヌエーレ2世の名の下で、自らがシチリアの独裁権を掌握したと宣言した。翌5月15日、ガリバルディはカラタフィーミで敵軍を撃破した。この戦い自体は小規模なものだったが、 政府軍に対する勝利は、島全体に大きな反響を呼び、千人隊に高欧する農民反乱が広まった。ガリバルディは、戦勝を重ねつつ、シチリアの首都パレルモへと進んだ。5月26日、ナポリ政府軍のフェルディナンド・ランツァ将軍が守る、パレルモを包囲し、市内では、暴動が発生し、市外戦となった。パレルモ市民が、 反乱派だと判断したナポリ政府軍のランザ将軍は猛烈に町を砲撃してほとんど廃墟と化けさせた。英国海軍の提督の仲介で停戦が成立し、ナポリ政府軍はメッシーナへ撤退し、町はガリバルディと彼の小部隊に降伏した。ガリバルディは事前にシチリアに潜入していた民主派活動家フランチェスコ・クリスピと協力してシチリア統治を行い、 農民の支持を得るために1848年革命の諸措置の復活や政府税の廃止、共有地の配分を行ったが、農民が彼の意図を超えて、貴族や管理を襲撃し始めたため、農民反乱を弾圧している。ガリバルディのナポリ入場。フランツ・ウェンゼルが千人隊の遠征のニュースは、欧州各国の新聞で英雄的な冒険として取り上げられ、ガリバルディの名声が広がり、 アレクサンドル・デュマ・ペールや、ビクトル・ユーゴといった文化人が彼を称賛する論評を出した。一方、フランチェスコ2世は、以前の憲法を再交付させるとともに、ナポレオン3世の介入を要請し、サルデーニャ王国との同盟まで提案したが、これらの努力でもブルボン王家の彗星を立て直すことは、できなかった。パレルモの降伏から6週間後、ガリバルディは、メッシーナを攻撃した。 7月20日にメラッツォで決戦が行われ、遠征軍が勝利し、ナポリ政府軍はメッシーナに封じ込められた。シチリア島を征服したガリバルディは、ナポリ艦隊を尻目に、メッシーナ海峡を渡り、本土へと進んだ。レッジョ・カラブリアの守備隊は速やかに降伏した。ガリバルディは北へと進軍し、どの土地でも民衆は彼を歓迎し、ナポリ軍の抵抗は衰えていった。 8月18日と21日にバジリカータとプリアの住民が自発的にイタリア王国への併合を宣言した。8月末にガリバルディはサレルの近くのエボリに到着し、9月5日にコゼンツァに至った。一方、ナポリ政府は戒厳令を布告するとともに、9月6日に国王は依然として彼に忠実な4000の兵士とともにボルトゥルの側まで交代した。 その翌日、ガリバルディは列車に乗って、少人数の部下と共にナポリに入場し、市民たちは公然と彼を歓迎した。ビットオリオエマヌエール2世。1861年撮影。ガリバルディの成功は、カブールラ・サルデーニャの恩恵派にとって、全くの悪夢だった。もともとカブールは南部を含んだ、半島統一は考えておらず、北イタリア王国の樹立が目標だったが、 民主派に主導権を奪われることを恐れた、彼は方針を転換した。シチリアの併合を画策するが、ガリバルディの反対もあって成功せず、ついでナッポリに工作員を送り込み、ガリバルディの到着前に四軒派による放棄を画策したが、これも失敗した。一方、容易に、両シチリア王国の首都を奪取した、ガリバルディの軍隊は3から4万人となり、南部軍団を称していた。 しかし、ナポリ政府軍は5万の兵を持ってボルトゥルの側に沿って戦線を維持しており、ガリバルディの南部軍団はカプアトがエータの要塞を攻略することができなかった。ガリバルディは強行ピュース旧制の政治的意向を無視し、イタリア王国樹立の宣言をローマから発する意図を表明していた。カトリック教会の支配領域の危機を感じた教皇 ピュウス9世はガリバルディを支持する者べてを波紋に、処すると脅した。ガリバルディによるローマ攻撃を恐れた世界のカトリックは、強行軍に資金と義勇兵を送り、亡命フランス人のルイラ・ラモリシエルが軍の指揮を取った。カブールはガリバルディを抑えるべく、サルデーニャ軍の南部派遣を決めたが、そのためには半島中央部にまたがる、強行国家を通過せねばならなかった。 半島の膠着状態の決着は、ナポレオン三世に委ねられた。もしも、フランス皇帝がガリバルディの思いのままにさせれば、教皇の属会主権は終焉し、ローマはイタリアの首都となる。だが、ナポレオン三世は、カブールと協議を行い、ローマとセーペテロの伝統には手をつけないことを条件に、ナポリ、ウルビーのその他の地域をサルデーニャ領とすることで調整した。 このような状況下で、ファンティとチャルディー率いるサルデーニャ軍2個軍団が強行国家へ侵入し、その目標はローマではなくナポリであった。ラモリシエールの強行軍はチャルディー軍団と対したが、9月18日にカステルフィナルとの戦いで撃破されてアンコーナの要塞に包囲され、9月29日に降伏した。10月9日に、 ビットーリオエマヌエーレ2世が到着し、全軍の指揮を取った。彼に対抗しうる、強行軍はもはや存在せず、サルデーニャ軍は抵抗を受けることなく南下する。10月、サルデーニャ議会は、シチリアと南イタリアの併合を決議した。これに対し、シチリアでは、議会が召集され、ナポリでも、マッツイニラ民主派が集結して、議会召集と憲法制定を準備していた。 だが、穏健派がサルデーニャとの合併を問う、住民投票を強く要求し、ガリバルディは同意せざるを得なくなる。ナポリとシチリアで実施された住民投票の結果、圧倒的多数でサルデーニャ王国との合併が決まった。11月には、サルデーニャ軍占領下のマルケとウルビーノでも、住民投票が行われ、サルデーニャ王国との合併が決められている。 テアーノの会見1870年頃、セバスティアーノでアルバーティスがガリバルディは、出身地のニースをフランスに割上した、現実主義者のカブールを信用していなかったが、ビットーリオ・エマヌエーレ2世の指揮権を受け入れた。ビットーリオ・エマヌエーレ2世が、セッサー・ウルンカに入場した時、ガリバルディは国王に対して、自らの独裁権の返上を知らせた。月日にガリバルディは、 テアーノでビットーリオイマヌエーレ2世を迎え、この場面はテアーノの握手としてイタリアの愛国的神話となる。ガリバルディがビットーリオイマヌエーレ2世に征服した南イタリアを進んで献上したビガンとされるが、実際の会見は感動的なものではなく、サルデーニャ軍の将校は冷淡に接し、国王はガリバルディに正規軍に従うよう手近に命じただけであり、 ガリバルディは国王への忠誠ではなく、併合を決めたナポリとシチリアの住民投票の結果を受けて、これに従ったものであった。11月7日、ガリバルディは国王と並んでナポリに入場した。彼は半島統一の残りの事業をビットオリオエマヌエーレ2世に委ね、自らはカップレーラ島に引退した NB10。サルゲーニャ軍の進撃によってフランチェスコ2世は、 川沿いの防衛線を放棄せざるを得なくなり、最終的に彼は精鋭部隊と共にガエータの要塞に立てこもった。貴重な若い王妃マリーアソフィアに支えられたフランチェスコ2世は奮起し、3ヶ月にわたり頑強に抵抗した NB11。だが、欧州の同盟諸国は援助を拒否し、食料、弾薬が底を突き始め、その上に薬病まで起こったため、守備兵は、 幸福を余儀なくされた。それにもかかわらず、フランチェスコ2世に忠実なナポリ人のいくつかの集団が貧弱な武器を持って、なお数年間、イタリア政府に対して抵抗を続けることになる。ガエータの陥落により、統一運動の目標はほとんど達成され、ローマとベネトのみが残された。年月日、ットオオイマヌエレ世はトリノで、 第8期サルデーニャ議会を招集した。3月14日に議会はビットオリオイマヌエーレ2世をイタリア王と宣言し、NB12、3月27日にはローマを首都と宣言した。この3ヶ月後、生涯の事業をほぼ終えたカブールがよう去った。彼の最後の言葉は、イタリアは誕生した。もう仕事はないである NB13、イタリアの統一は、 マッツイニラ民主派が望んだ人民革命によるものではなくサルデーニャ王国によるイタリア諸国の吸収合併という形で完成しつつあった。そしてアルプスからアドリア海までの自由を掲げた統一運動は残されたローマとベネトに焦点が合わされた。だが問題があった。教皇の続会主権に対する挑戦は世界中のカトリック信者から大きな不信の目で見られ、 加えて、フランス軍がローマに駐留していた。ローマの扱いについては、新生イタリア政府内でも意見が分かれ、保守派はローマ併合に反対しており、ビットオリオイマヌエーレ2世もベネト地方改修を優先させる考えだったが、生前のカブールは、速やかな併合を主張し、教皇庁やフランスと交渉しており、彼の後継者のベティーノリカーソリ首相、 その次のウルバーノラ・タッチ首相もローマ併合を急ぐ考えだった。アスプロモンテで王国軍にローマへの進軍を阻まれたガリバルディと義勇兵。1863年頃が、ローマに対する政府の方針は一枚岩ではなかったが、今や国民的英雄となっていたガリバルディは自分が行動を起こせば政府が支持すると信じていた。1862年6月に彼は、 ジェノバを出港し、再びパレルモに上陸して、ローマかシかをスローガンに、義勇兵を集めた。国王の命令に、忠実なベッシーナの守備隊は彼らの本土への渡航を禁止した。2000人を数える彼の義勇兵集団は南に向かい、カターニアから出港した。ガリバルディは、勝者としてローマの門をくぐるか、さもなくば、城壁の下で死ぬと宣言した。 彼は8月14日にメイリトに上陸し、カラブリアの山脈を抗軍した。イタリア政府はこの努力を支持するどころか強く反対した。チャルディーニ将軍は義勇兵集団に対してパラビチーの大佐指揮下の正規軍手段を差し向けた。8月28日に両軍はアスプロモンテで退治した。義勇兵が偶発的に発砲をし、ついで銃撃戦となったが、 義勇兵の中から数人の犠牲者が出て、ガリバルディ自身も負傷し、多くが捕虜となった。ガリバルディは、蒸気船、バリニアーの方で護送され、低調な、扱いながら、囚人となるが、彼を擁護する世論が高まり、結局、釈放された。一方、ビットリオエマヌエーレ2世は、強行国家の安全な獲得手段を模索していた。彼は、 フランス軍のローマからの撤退を条約を通して実現しようとし、1864年9月にナポレオン3世と会見して9月協定を締結した。協定により、フランス皇帝はイタリアがローマを攻撃しないことを条件に2年以内のフランス軍のローマからの撤退に同意した。この協定には、ローマ攻撃をしない意思表示としての戦土の秘密条項が含まれており、 これが公にされたことで、激しい抗議行動が引き起こされている。1865年に、政府所在地は、旧サルデーニャ首都のトリノからフィレンツへ移され、この地で、最初の国会が召集された。1866年12月、教皇の引き止めにもかかわらず、最後のフランス兵がローマを出発した。フランス軍の撤退により、イタリアから、 外国軍の兵士の姿が消えた。詳細は、第3次イタリア独立戦争を参照、広島戦争も参照立社会戦、カール・フレデリック・ソ連戦が、1869年1866年6月、ドイツの主導権をめぐって争っていたオーストリアと、プロイセンが開戦した。オーストリアが支配していたベネト地方を奪取する後期と考えたイタリアは、 プロイセンと同盟を結んだ。オーストリアは中立の見返りにベネト地方を譲渡するとイタリア政府を説得したものの4月8日にプロイセンはイタリアがベネツィアを獲得することを支持する協定を締結し6月20日にイタリアはオーストリアに宣戦線復告をした。この戦争はイタリア統一のコンテクストの中では第3次イタリア独立戦争と呼ばれる。 ビットーリオイマヌエーレ2世はベネト地方を奪取すべく軍を率いて急ぎ民著川を越え一方ガリバルディはアルプス両兵隊を率いてチロルに攻め入っただがこの作戦は大失敗に終わった6月24日のクストーザの戦いでイタリア陸軍はオーストリア軍に敗れたそして7月20日にはリッサ海戦でイタリア艦隊が オーストリア艦隊に大敗を喫する。もっとも、イタリアは完全に運命に見捨てられたわけでもなく、その後、ガリバルディの義勇兵たちが、ベッツェッカの戦いで、オーストリア軍を打ち破り、トレントへ進軍している。一方、プロイセン軍は優勢に戦いを進め、事実上の決戦となった7月6日の、ケーニヒグレーツの戦いで勝利すると、プロイセン首相ビスマルクは、戦争目的は、 すでに達せられたと判断し、7月27日にオーストリアと休戦協定を結んだ。イタリアは8月12日に公式に武器を置いており、成功裏に進軍していたガリバルディは、司令部からの撤兵命令に対して、従うとだけの短い伝文を返している。戦争では、イタリア軍は弱さを露呈したものの、北方でのプロイセン軍の勝利により、オーストリアは、 ベネト地方の割動に従わざるを得なかった。10月12日に締結されたウィーン条約の条項に基づき、オーストリア皇帝は、1859年の戦争と時と同じく、まず、フランスにベネトを譲渡し、ついで、フランスが1000年に割動されたニースとサボアとの交換として、10月19日にベネト地方をイタリアへ譲渡した。イタリア王国が、 イタリア人の土地と主張する領土すべてが割上されたわけではなく、南チロル、旧ベネツヤ共和国領のうちのトリエステ、イストリアなどがオーストリア領に残された。ウィーン条約では、ベネト地方の貴族は住民投票の結果によって決められることになっており、10月21日と22日に行われた住民投票で、ベネト地方の住民は、 圧倒的多数でイタリアとの合併を選択した。わずか0.01%が併合に反対しただけであり、歴史家たちはベネチアでの住民投票が軍隊の圧力の下で行われたことを指摘している。ビットリオイマヌエーレ2世はベネト地方そしてベネチアの町に入り、サンマルコ寺院を参拝した。第一バチカン公会議及び、 不仏戦争も参照ローマ教皇ピウス旧世1878年撮影教皇領の大部分をイタリア王国に奪われ、さらにはローマまで脅かされていた教皇ピウス旧世は1864年に語尾表を交付して、自然主義、合理主義、宗教的寛容主義、社会主義、共産主義、そして近代的自由主義といった近代思想、文化を誤りであるとして批判し、 近代社会との対決姿勢を示している。一方、民主派の動向は未だ共和主義を唱えるマッツィーニが1862年に新生法人を結成するが、すでに彼の影響力は低下しており、勢力を伸ばすことができずにいた。活動の場を国際社会に求め、国際労働者協会に参加し、1866年には、 共和同盟を結成するも、労働運動の潮流は、カール・マルクスやミハイル・バクーニンの階級闘争が主流となっており、マッツイニの階級調和を求める友愛組合的運動は時代に取り残されていた。メンターナの戦い、T ・ローデラが、1880年頃、この頃、ガリバルディの反強硬主義は過激さを増しており、議会選挙演説で強硬を強奪者、 強行庁をドカヘビノスとののしり、ジュネーブで開催された国際和平会議でも極端な反価取り、ガリバルディによるローマ攻撃が差し迫ると、ナポレオン3世はイタリア政府に圧力をかけるが、イタリア政府は曖昧な態度を取り、ガリバルディを完全に抑えようとはしなかった。1867年10月にガリバルディは7000人の義勇兵を率いて、 ローマを占領するための二度目の軍事的冒険を観光した。だが、ローマ市内から放棄を起こす工作は不発に終わり、貧弱な装備の彼の軍隊は、再派遣されたフランス軍部隊が加わって増強された強行軍により、メンターナの戦いで撃破されてしまう。その後、フランス軍はローマに駐留し続けた。1869年、 教皇ピウス旧世は300年ぶりとなる第1場地間公会議を召集した。公会議では教皇主義説、教皇不可ビュ説が宣言され、改めて近代思想、文化を語尾として排斥する姿勢を示したが、不仏戦争の勃発により中断を余儀なくされる。1870年7月の不仏戦争開戦に、際してナポレオン三世は8月にローマ駐留部隊を呼び戻し、 強硬国家の防備は弱体化した NB14。だが、イタリア政府は、セダンの戦いで、第二帝政が崩壊するまで行動を差し控えた。ナポレオン3世の敗北が明白になると、ビットリオイマヌエーレ2世は、グスタボ・ポンツァさんマルティーノ伯爵を強行ピュース9世の下に派遣し、強行を保護する名目で、イタリア軍をローマに入れるという形式で強行の、 対面を保たせる提案をした手紙を手渡した。だが、教皇ピウス旧世は、この提案を拒絶する。教皇とサンマルティーノとの会見は、友好的なものではなかった。教皇は、テーブルの上に、国王からの手紙を投げ出し、素晴らしい忠誠だ。貴様らは、読者の集まりが、白々しい偽善者どもだ。そして、信仰心に欠けていると非難した。 教皇はおそらく国王からのその他の手紙のことも、このめかしていた。しばしの沈黙の後、教皇は叫んだ。私は預言者ではなく、預言者の子でもない。だが、あえてよう、貴様らがローマに入ることは断じてない。サンマルティーノは、非常に悔しがり、次の日に出発した。ラフイラでチェーザレ、ザラストデイズオブペイプルローマイタリア軍の攻撃で、破壊されたピアモン。 9月11日に、ラファエル・カドルナ将軍率いるイタリア軍が、教皇国家との境界を越え、教皇との交渉が成立して平和的な入場ができることを望んで、ローマへ向かってゆっくりと進軍した。9月19日に、イタリア軍は、アウレリアのスジョー壁の前に到着し、ローマを包囲下に置いた。強皇ピウス旧世は敗北は避け得ないと理解してはいたが、それでも、 なお教皇庁は、無法な暴力に屈したと世界に示すために、彼の兵士たちに象徴的な抵抗を行うよう、命じた。9月20日、3時間の砲撃の後、ベルサリエリと呼んだ。神聖イタリア王国の実態に幻滅した人々は、バジリカータ、カンパニア、カラブリア、アブルッツォの山岳地帯を拠点に、管理や地主を襲撃し、イタリア政府に対するゲリラ活動を行った。 山族の構成員は、旧領シチリア王国軍の兵士や農民であり、著名な指導者には、カルミネクロッコ、ニコラ・ナポリターノ、そして、女山族、ミケリーナ・デ・チェーザレがいる。イタリア政府は1863年に、行政官に強権を与えるピーカポーを制定し、政府軍の2、3を南部に駐留させ、徹底的な弾圧を行って、山族活動を鎮圧したが、政府軍による、 残虐行為も報告されている。1866年にオーストリアとの戦争が始まると南部の軍隊を引き上げたため、シチリアで大規模な反乱が起こり、反乱勢力がパレルモを占拠する事態となった。反乱はイタリア政府軍により鎮圧され、政府は山賊とマフィアそして聖職者による陰謀であったと主張した。これら政府と南部住民との絶え間ない圧力から、 北部の人々が南部を未開と貧困の地とみなす差別意識が生じるようになった。ローマ問題、編集詳細はローマ問題を参照イタリア王国によるローマ併合によって俗界権力を失った教皇オピウス旧世は自らをバチカンの囚人と呼び対決姿勢を崩さなかった。1871年5月にイタリア政府は教皇保障法を制定し、 教皇の地位の保障、年金の支給、そして、チッタレオニーナにおける教皇庁の統治と独立を一方的に定めた。これに対し、教皇ピウス九世は即座に拒絶の改直を発する。1874年には、ノンエクスペリトを宣言し、イタリアのすべてのカトリック教徒に対して、国政選挙への立候補と投票を禁じた。教皇と断絶したイタリア政府だが、 利益もあり、教皇に配慮することなく、イタリア全土に対して、修道院、宗教団体廃止法を施行することができ、教会の土地を没収し売却益を得た。もっとも、これらの土地は、地主層に購入され、農民に配分されることはなかった。教皇庁とイタリア王国との断絶は、1929年に、教皇庁とファシスト政権との間に、 ラテラの条約が締結されるまで50年以上続くことになる。詳細は未回収のイタリアを参照未回収のイタリア。イタリア人を単一国家に統一しようとするプロセスは19世紀には完了しなかった。依然として多数のイタリア人が国境外に居住しており、この状況は民族統一主義を生み出した。イレデンタ回収主義はイタリア統一後に現れた。 イタリアナショナリズムの論点となった。この主張は、イタリア人やイタリアに帰属したいと望む民族を統一しようとする運動である。これは正式な組織ではなく、オピニオンムーブメントであり、イタリアは自然国境に達せねばならないとする主張であった。同じような愛国、またはナショナリズム思想は19世紀の欧州では一般的なものであった。統一後の時代、一部の人々は、 イタリア王国の現状に不満を抱いており、イレデンタ改修主義は、イタリア統一後も、なお外国の支配下にある、イタリア人すべてを解放するという大義を辞任していた。その土地で話されている言語が彼らが解放すべき、イタリア人地域の根拠となり、具体的には、トレンティーノ、トリエステ、ダルマチア、イストリア、コリツア、ティチーノ、ニース、コルシカ島そして、マルタである。 第一次世界大戦が勃発した時、イタリアはドイツ、オーストリアと三国同盟を結んでいたが、この同盟の参戦要件が加盟国が先に攻撃受けた時となっていたことを理由に中立に止まった。オーストリアはイタリアの中立を望んでいたが、三国協商は参戦を要請した。1915年4月に締結されたロンドン条約により、イタリアはフリ,リ、 トレンティーノとダルマジアといった未回収地の領有を条件に中央同盟国に対して宣戦復刻した。当時のイタリア議会の大半は中立派であったがサランドラ首相は参戦運動を利用した脅迫的手段で中立派議員を屈服させて改戦に踏み切っている NB18 終戦後のサンジェルマン条約でイタリアはイストリアと 南チロルの併合に成功しており、おのおのベネツィア・ジュリアとトレンティーノになった。だが、この第一次世界大戦でイタリアは、第二次世界大戦をしのぐ141万人もの死傷者を出しており、戦後は国民の不満から政情が不安定になり、ベニート・ムッソリーニのファシスト政権の成立を促すこととなった。第二次世界大戦が勃発し、数軸国がユーゴスラビアを侵略した後、 イタリアは、ダルマチア行政区を除くイストリア半島が、ユーゴスラビアに割上されることになった。イストリアとダルマチアのイタリア系住民は、数千人が残っただけであり、約30万人がイタリアに避難した。イタリア統一のプロセスは、オーストリアの支配を終わらせるという意味で、同時代の人々からは、全般的に支持されていた。それにもかかわらず、19世紀にも反対者は、 存在しており、この地域主義への支持は現代にも続いている。政党活動に代表される二つの主要な分離運動が存在しており、北部の北部同盟と南部のシチリア独立運動である。南部の分離運動は主に王国政府に対する民衆放棄に由来している。北部同盟は国会に議員を送り込んでおり、以前はこのような運動の国政選挙での得票率は5%に、 見たなかったが、2008年の総選挙では、全国レベルで8%を獲得し、躍進を遂げている。ベネト地方では自治、または独立に向けた機運が高まっている。2009年の選挙では、同地方の北部同盟の得票率は28.4%、与党自由の人民は29.3%に達した。PDL の主導的議員の中には、イタリア国家の枠組み内で、 ベネト地方に自治権を与える意向を示す者もいる。ボルツァーの自治権には多数派ドイツ系住民を中心とした完全自治、またはオーストリアとの統合を目的とする分離運動があり、この運動は第二次世界大戦後に強まった。分離主義政党は現在でも存在しているが、イタリア政府が自治権を拡大したことによって沈静化している。 リソルジメントを自由主義的解釈から肯定したベネデット・クローチェとマルクス主義的観点から批判したアントニオ・グラム氏。統一直後のリソルジメント研究はサボヤ・王家や偉人英雄を称揚する愛国主義的なものであり、学術性に乏しかったが、その一方で、この時期に資料の収集が進められ文献学的リソルジメント研究の基礎が形成された。 愛国主義的な感性リソルジメント解釈に対しては、社会主義的観点からの批判が行われている。第一次世界大戦後には、ベネデット・クローチェやアドルフォ・オモデー王の自由主義主観が主流となった。自由主義的主観ではリソルジメントを、イタリア一国のみの動きではなく、ヨーロッパにおける自由主義運動の一環と捉えており、クローチェはリソルジメントを近代自由主義勝利の判例として、 19世紀、ヨーロッパの傑作であると肯定的に評価した。ファシスト政権時代には、リソルジメントは、サルデーニャ王国による派遣確率に止まるものではなく、民族全体の復興事業であったと位置づけられている。第二次世界大戦後に、共和制に移行して自由な王政批判が可能になると、ファシズムの民族復興神話は、もちろん、クローチェの自由主義士官にも批判が加えられるように、 なった。この動きの中で最も影響力があったものが、ファシスト政権時代に弾圧され死亡した共産党指導者アントニオ・グラム氏の極中ノートである。1949年に交換された極中ノートでグラム氏は統一の過程でジャコバン主義が欠けていたことを指摘し、そのためにリソルジメントは大衆参加を排除した不完全なブルジョワ革命。 受動的な革命に止まったと批判しており、また従来の研究が無視してきたリソルジメントとフランス革命との関連を考察した。戦後期にはグラム氏を支持するマルクス主義研究者とこれを批判するロザリオ・ロメオをはじめとする研究者の間で盛んに論争が行われ、それまで軽視されてきた民主派の動向やリソルジメントで成立した自由主義国家が、 ファシズム国家に変容する過程が研究されるようになった。リソルジメント専門の研究士としては1908年創刊のリソルジメント史評論がある。ローマ市のビットオリオ・エマヌエーレ2世記念堂はビットオリオ・エマヌエーレ2世とイタリア統一の偉業を称えた建築物である。建設は ビットリオイマヌエーレ2世が皇居した1878年に決定され、1882年に建設用地にカンピドリオが選定され、1884年には設計者として当時28歳のジュゼッペ・サッコーニが選ばれた。建設は1885年に始められ、このモニュメントは1911年に落成したが、細部については、 ファシスト時代に追加変更がなされている。2011年はイタリア王国成立から150周年にあたり、イタリア統一を記念して、ローマや最初の首都トリノをはじめとするイタリア各地で祝典や展示会が開催された。イタリア統一150周年を記念して、2010年に作曲家ロレンツォ・フェレーロがオペラリソルジメントを制作している。 ジュゼッペ・トマーチ・ディ・ランペルーサの歴史小説、山猫は、イタリア統一を時代背景としており、この小説を原作とした映画、山猫が1963年に、ルキノビス・コンティ監督で制作された。この作品では、バート・ランカスターが題名と同じ紋章を持つ、主人公のサリーナ公爵を演じており、彼のリソルジメントに対する反応と、貴族社会の没落が描かれている。 この作品は第16回カンヌ国際映画祭でグランプリを受賞した。その他、この時代を題材とした映画には以下のものがある。ありがとうございます。